全員いるな。怪我はねえみてえだな。爆発が派手すぎねえか。爆弾はレシピ通りに作ったはず。でも気化した魔法が反応してるのかも。これは町まで行っちまったかもな。町より星だろ。星の命ちょっとは伸びたかな。そうじゃないと困る。さあ外に出よう。ここ八番街でしょ。まだ先っす。よし先導してくれ。了解っす。あっちこっち漏電してるっすよ。気をつけて。この鼻腔を切り裂く酸っぱい匂いはなんだ。だ、俺か。変な汗いっぱいかいたからな。じゃ何もない。こっからはね、体験版プレイしてないとこなんで、初めてプレイするところになります。おお。腹まで揺れたっす。爆発止まらねえな。潰されちまう前に出るぞ。魔法濃度、触媒、まさか火薬？ジェシー、後にしようぜ。はあ、お腹がグーグー泣いちゃって。アジトまで我慢してろ。次はお弁当持ってこなくちゃ。みんなはみらさはる。いじめや一緒に連れてって。走れないですね、ここでは。ウェッジ、まだ？もう少しっす。あの辺りから出るのがいいっす。じゃあ爆弾仕掛けるから離れて。ちょっと小走りぐらいしかできない。待ってろよ、待ってろよ。シャワーシャワー。マリンって誰やろな。すげー、セット完了。気軽に爆発使わはるな。よしよし。おお、開いてる開いてる。邪魔者はコッパの陣。さあ行こう。すごい過激派。緊急事態発生、緊急事態発生。こちらは神羅カンパニー機対策本部です。一番魔航路が何者かの攻撃を受け爆破されました。現在も断続的な爆発があり、火災が発生しています。1番街および8番街は警戒区域に指定されました。この辺りは建物の倒壊の恐れがあり、瓦礫やガラスが落下する危険があります。街を壊してしまった。8番街に予想以上。やりすぎたね。いくらなんでも。やりすぎっすね。今さら何。ああその通り。俺たちはこの先ももっともっと魔法炉をぶっ壊す。星の命を救うためにな。なるほどね。だよ、覚悟を決めて始めたことだ。まだ始まったばかりっす。俺たちの活動は星を救う。そのために必要な犠牲は払う。ああ、星だけじゃねえ。お前らの悲鳴が聞こえるぜ。はっ！上等だ。全部俺が背負ってやる。おー、かっこいい。不安、疑問、悩み事、それから報酬もまとめて俺に追っかぶせろ。めっちゃかっこいいやん。で、リーダー、どうするよ。計画通りだ。全力で逃げる。逃げる。ああ、置いてかないで。いつでも置いていかはるな。
8番街ステーションから最終に乗り込む。一旦ばらけて貨物車に集合。じゃあ後で。おい、約束の金は。アジトに帰るな。さっき先だ。クラウドはなんかお金が必要なんかな。それでこうやって報酬をもらうために働いてはるのかな。トントン、これソルジャーならわかるよね。回復マテリア、当然だ。あげる、助けてもらったお礼。仕事のうちだ、礼はいらない。いいからいいから、おかげで今私はここにいる。生き延びるのは運がいいやつか強いやつだ。あんたがどっちかは知らないけど。しみる。これはもらっておく。もらっておく。使い方は知ってるよね。俺を何だと思った。わからない、使い方知らないです。武器や防具にマテリアを装着できるようになりました。回復マテリアをバスターソードに装着。ちょっとチュートリアル開始します。マテリアの装着。上段が武器、下段が防具のマテリア穴。ここに回復マテリアをセット。ああなるほど、その回復技を覚えたってことですね。炎と回復、そうやね、炎の魔法を持ってましたから、ケアルが使えるって書いてる。オッケー。倒れる前にちゃんと使ってね。それからこっちは新入くんの度胸をたたえて、スリル満点のご褒美。じゃ貨物車で。よし、ちょっとこの辺ゾンビ出てきたりしへんよね。大変だね。ごめんね、私たちのせいで君たちの町が。あ、なんか見っけ。お金か。お金も大事だね。ああだいぶ苦しんである。こんなことがあっていいのか。星を救うために犠牲をって言ってはりましたね。クラウド、こっち、上を見て。そっちじゃなくて右。もうちょい左かな。もうちょい左かな。ここ崩れやすいから気をつけて。あ、いたいた。登るのはそこの階段からね。はい、了解。ほら救急隊員も。応援はまだなのか。担架はどっちが正義かは分かんないですけどね。ああ、救急隊員もやっぱりなんか国は日本って感じですね。顔が日本人が、日本人の雰囲気の人が多い。
あ、燃やされてる。誰や。おう、なんか記憶を失った。え、いるやん。めっちゃでかい。急に燃えまくってる。どうして。謎の男。え、どうしたんどうしたん、大丈夫。やばいやん、やばいやばい。一体何があったんや、ロン毛のお兄ちゃんと。嘘だ嘘だ、いるいる。原作見てはんのかな。こんな路地に。あー、頭が。待て。え、大丈夫？フラフラしてる。あー、やばいよやばいよ。歩けない。一酸化炭素中毒なるよ。言えない。あんたは死んだ。ほう。俺がこの手で。クラウドが殺したい。セフィロス。我々の大切な思い出だからな。さてクラウド、お前に頼みがある。この星が死のうとしている。悲鳴も上げず、静かにゆっくりと私たちの星が消えてしまうのだ、クラウド。母さん、ああ、お母さん。星が死ねば、このあでやかに燃えるお前の故郷が消えてしまう。息子だけは助けてくれと泣きついた女の声。クラウドにはこんな過去があったんですね。切り捨てた時の感触さえ消えてしまうんだ。我々をつなぐ絆の喪失は私自身の死よりも耐え難い。なあクラウド、力を貸してくれ。何？簡単なことだ。クラウド、走るんだ。まだ綺麗。逃げて、生き延びて。ふざけんな！お、戦うの？あれ？いいぞ、それでいい。どういうこと？私を忘れるな。めっちゃ幻覚見せられてたんじゃん。あらら、幻覚か。魔鋼に近づきすぎたな。魔鋼にはそういうパワーもあるんですかね。大丈夫クラウド、走れへん。でも途方に暮れる人たちがいっぱい。平気で家族が待ってるのよ。速やかに高速道路から離れてください。なんかないかな。魔鋼炉の爆発に伴う大きな揺れの影響で。魔鋼って何なんですかね。こっちは無理だな。
こっちは無理。してない、あっちか。もう逃げられないの。高速道路も爆破されたから。あ、さっきの路地でいいか。登らないかね。わわ、セフィロスっていうのは前のシリーズでクラウドと戦ってる人なんですかね。予想以上か。怖いね。喋れる。そこの階段を降りりゃ裏通りまで続く通りに出る。あ、急に。え、みんな喋れた？もしかして他の人らも。喋れるな。あ、回ってきた。迂回してきたんですね。マップ見てみよう。ここからは来ないかな。あ、あの女の子や。何何？はっはっは。やばい。来た来た。めっちゃ悪い顔してる。お前には誰も守れない。自分さえもな。大丈夫？大丈夫？ああ、お花どうぞ。あ、花。うん、お礼。追い払って助けてくれた。何の話だ。じゃあ出会いを記念して。この人にも見えてたんかな。面倒だな。面倒だな。聞こえてますけど。お花どうぞ。いくらだ。いらない。いくらだ。値段は相手見て決めるの。あなたはただでいいや。おお、イケメンは得しますね。花言葉は再会。再会。警告しておこう。俺は強いぞ。うん、そんな感じするよ。脅しには屈しない。 あ、怖いお兄さん脅しに来るとか警戒してる？ないない、そういう心配しなくていいから。魔航路が爆発したんだ。あんたも今夜は店じまいして。あ、待って。え？幽霊？幽霊？え？何？なんだこりゃ。武器を捨てろ！あ、見えてないんや、この人は。やっぱり、一回解散。おい、狙われてんねや、あの女の子。またね。わあ。剣を地面に置け、ゆっくり。置くか。
当然の結果だ。なんか急にお化けとか、お化けじゃないんかな、なんか出てきた。こちら8番街警備4班、報告の男を発見、増援求む。バレちゃった。こちら8番街警備4班。終わりだ。進むぞ。よし、行きますよ。あ、さっきなんかこの紫光ってるやつ向こうにあったな。取りに行けるかな。ほら、これこれ。止まれ。待って、今拾いたいのに。もうかき回してやる。覚悟はいいか。だけなんだよ。よし、マテリアルゲットしたぞ。あ、でもつけれるとこがないのか。またつけれるようになるかな。ではこれ以上何もないかな。筋肉の、お、おお、なるほど。さりげなく装備できるの結構あるんかな。あ、こんなコマンドあんねやん。あ、了解、覚えた覚えた。了解。パワーリストつけとくぞ。よし。あの必殺技のアビリティの
コマンドあったん知らんかったな。抵抗を寄せ、知らせだ、かかれ、囲め囲め、栄養を抑えろ、ここまでだ。渡る、かかってこい。角度を見る。行け。終わりだ。揺さぶっていく。めっちゃいる。怖いね。やばいやばい、ちょっと新しいあれしてたらその間にやばいことした。降下準備完了。どこにいる？ヘリコプターがいるな。あ、降りてきた。あー、こいつ強いねんな。救急攻撃開始。ターゲットを敵を目指していた可能性あり。強い。わ、やばい。全然。やばいやばい、全然無理やわ。マジか、ポーションが足りなくなっちゃう。どこや。はい、無駄撃ちしちゃった。叩き蹴る。ポーション何個あっても足りへんな。正面突破は難しいが、他の道は建物を伝っていくか。オッケー。上から行く。ポーション、あ、ポーションじゃない、手榴弾。手榴弾ってどうやって使うんや。アイテム違うの。手榴弾ってどうやって使うんかな。無駄打ちしちゃった。タイミングが磨かれるの大事だね。待て、間合いが遠いとこにいるのに打っちゃったらあかんな。やっちまったぜ。上空部隊から伝達、駅周辺の警備を固めろとのことだ。駅方面は警備を固めているはず。
ルダのバルダよし、あそこだ。わあ撃たれてる撃たれてる、撃て撃て、やめてやめて、バングルゲットした。アイアンバングルに変更。撃たれてるどこからか。慎重に行け。やってやる。投げた。お、なんかすごい初めて見るやつやな。どけ。隙をつく。えっ。まだだ。出る。こいつが盾持ってるのはどうしたらいいのかな。叩き切る。おっと。じゃあ。よし。この死んだボックスを開けて何も出てこへんかった時の悲しみ。手榴弾の使う使い方とか使う方法が
使い道が分かんないですね。ポーション、ポーション、よし、逃亡犯に次ぐ北の駅はこちらで捕捉済みだ。逃散だ、驚いて逃亡しろ。避けられた。ここまで。えっ。じゃあ。ハイポーションゲット、やった。もったいなくて使えへんな。マリラポーション気をつけない。ポーションゲットゲット。おお、車で。わあ、めっちゃ来た。まだ胸に花つけてる。すごいな。さすが元ソルジャー、違いますね。やばい、ビリビリしてる、ビリビリしてる。よし、行け。やばいな、ちょっと間合いを測って。やばいやばい、こんないっぱい来られても困るわ。消えろ。全然見えへんし。あ、やばいやばい。動けるうちに。行ける。やっ、崩してるぞ。覚悟はいいか。この盾持ってるやつらめっちゃやだいな。なんで、あ、ビリビリしてんのか。あ、これやばい、やばい、死んじゃうやつや。めっちゃビリビリされる。わあ、やばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。これはやばいぞ。ハイポーション、よっしゃ。このビリビリめっちゃうっとし。もう
なんてこった。動けん。マジか。かき回す。隙をつけ。ビリビリさせられてる。このままでは。やばいやばい。なんだよ。次がない。崩してみせ。消え失せろ。よし。ああ行けたと思ったのにまだやってない。一目。ビリビリが。悪いな。どうだ。じゃあこの盾確実にもう 100% 効かへんのか。どうしたらいいんやろ。死ぬわ。姿見せたやん。やばいやばい。ポーション頑張って。余裕だ。鉄壁の守りだ。どうしたらいいんかな、この盾は。それよ。何？この開けた瞬間に やりたいんやけどな。うわーやばいやばい。死ぬ死ぬ。この赤色の盾やばいな。おっしゃ。まだ来んの。マジ？おい、その件は。あ、なんか始まった。あ、ちょっと戦わんでよ、よさそう。その剣はってなんか言って入りましたね。なんなんやろ。クラウドさん来なかったっすね。そんな顔するな。置いてかれてる。上にいるけどな。見ただろ。ソルジャーってのはやっぱりただもんじゃない。うん、本気で誘わない？なんかアジトに戻ってお金もらえるって話やったのに。クラウドさん登場。心配したじゃねえか。鼻つけて登場。何してやがったんだ。ああ治安維持部隊がうろついていたからかき回してやった。
そんな簡単なもんじゃなかったよ。余裕、めっちゃ余裕じゃなかったよ。頼りになるだろ。全然やばかったお待て、一つ聞きたいことがある。あ、見えない敵を見たことはあるか。あ、ローブを着た霧のようなやつだ。それ見えてるし。突然見える、おそらく接触がきっかけだ。神羅の新兵器。ビビって幻覚でも見たのだろう。もういい、聞く相手を間違えた。車両を変えんぞ。混んでますね。貨物車なのに。避難命令のせいか。運が回ってきたな。8番街ステーション発車。ポーション4つしたね。到着までに先頭車両に。この列車は1番マコーロ脱線により避難用特別ダイヤで運行しております。車内混み合いましてご迷惑をおかけします。はい、というわけで今日はここまでにしたいと思います。ちょっとねまだ操作が慣れてへんので、もっとこれから頑張って慣れてもっと上手に戦えるようになろうと思います。最後までご視聴ありがとうございます。よかったら高評価とチャンネル登録お願いします。それでは